はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第65回闘技場5日目になりますかね。昨日はいっぱいしてしまいましたね。11勝いっぱいということですね。順位が4万位台となっております。ここ行きたいね。いや、ギルド大会に向けて、それらしい相手とね、戦っておきたいところあります。行きましょうか。で、パーティーはこれですね。ウルノーガ対決。おお、珍しい横一列。最近はここ最近はずっとね、真ん中に固まってるパターンが多かったんですが、この配置は初めてよね。はい、対戦よろしくお願いします。じゃあ眠り取れんじゃん、めっちゃ取れんじゃん。で、あと右側だね。売るのがこんな、めっちゃいいね。めっちゃいいんじゃないこれ。当たらないようにってことは、こうだね。こっちはバラモス一人でいいことないか。これこう、当たってない。おー、当たってない。じゃあどうしようか。あとはこっちは眠り取ってもらう。あとこっち側の方攻めたいね。こうしてこうして、ウルノーガね、どこで行くか。下がる下がる、混乱。あ、じゃあこうか。こうして、当たっちゃうよね。当たっちゃうんだよな。こうして1,2,3で取れないもんね。こうなるな。ドレアムを敬遠しながら、警戒しながら行きましょうか。はい、じゃあで、リゼット落としちゃってもいいね。なるべく右は相手にしないように。範囲入っちゃってるね。これが入っちゃってるから、ここでね、ここで電光石火。はい、で福袋くんはここですね。ここでバラモスに、福引きタイム1回目。賢さちょうだい。で眠り。 OK。 はい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 。 OK。そうなんでね、次ドレアムなんだよな。なんか落とせる、こういう感じね。クリムゾンミストとかいっとく。これドレアムと相性どうなんだろうね。あ、当たるわ。あはは。じゃあドレアムの方行こうか。せっかくだから試してみよう。はい、戦い。で、ここでメダパに入れる稲妻。見かわししてほしいね。この辺に入れて、こっちから狙えないのか。こうなっちゃうか。グラクロ誘発するか。でもバギ弱点ではあるんでね。バギ弱点があるから、どうしたらいいかな。絶対食らっちゃったらめんどくさいしね。こっち行っときましょうか。
で、福引きタイム。この子は、バギ耐性は普通か。じゃあ、ここにいながら、はい。かしこさん来た。かしこさん来たよ。はい、どうする？あ、そっち狙う。いや、そこ、さあ、三河市でよくない？昨日からそうだけど、三河市でよくないですか？全然見かわさないじゃん。ヒートフレイ。あー、どっち行く？こっち行っとこうか。ダメか、うまく入らない？うわ、入らないか。ちょっと入らないね。どうしよう。いや、これでいきましょうか。ナイス。いや、1回目の時に混乱入っちゃってもよくない？あ、そうやってすぐ起こす。よしよしよし。で、落ちないね。落ちない。当たんないよね。でこっち側行っとこうか。で福引きタイム。今度は売るのが、で催眠。いや、3ターンで無理じゃない？粘らした。オッケーオッケー。で、ここでいける。圧縮だね。こっちだね。で、こっちを落としておく。福引きタイム。OK。 いや、あそこサンダーバード見かわししようよ。見かわしてくれれば全員製造いけたのに。まあ4ターン、あ、でも生きてればね、火力になったから3ターンでいけたかもしれないですけどね。いや、三河市に入ってんだから、三河そうよ。素早さだってドレアも上回ってるわけだから。はい、2戦目です。あ、こういうところも出てきそうだね。へぇ、変わったとこですね。行こうか。ベスキングが眠り入るからね。はい、対戦よろしくお願いします。あ、じゃあ、ドルマゲスにもいけんじゃん。あの、麻痺。麻痺取れますよ。弱点だから。でも最初向こうだね。え、来る。これどうしよっか。こっち側の方にしといて、1、2、3、あ、ダメなんだよな。これ耐えらんないな。いや、あっちからじゃあれずるいんだよな、あの範囲が。でこっちから、これ受けちゃうね。でこれが受けたくないんだよな。これは受けるですね。
123か。123か。これ大丈夫か、この配置はまずくないか。じゃあこうしようか。こうしてこっちが、こうだね。これでいいね。こうして、グラコスもまひらせたいね。あー、そうならないか。こうだね。こっち側回ってきてもらって当たらない、当たらない。うん、よし、じゃあこれでいきましょうか。はい、忍び寄る、封じられる、まあまあ一緒。そう、そこちょっと紙配置だよな。こっちから手が出せないもん。はい、で混乱、これをどっち行くか、こっち行くか、か両方にぶつけるか。こっちでいいか。こっち行きましょうか。で、お薬、エベスキングは眠らせる。こっちの方から行っとこうか。マジックベールとか、あ、動けねえっす。しかも混乱取るって良すぎない、これは。で、ここでこれ物理だから無理だよね。もう一個届かないか。届かないね。じゃあこっちの方から打っておきましょう。見返ししてよ、サンダーバード。見返ししないじゃん、全然しないじゃん。ダークウォール、いて、やべえやべえ、それやばい。次眠らせられるか、眠りじゃないか、ダメか。じゃあこっち側回って、お薬タイム、こっち側回って、眠り半減、眠り無効。じゃあこっち側狙う。寝ないか。そこ取ってほしいよな。まだすか、まだすか、移動富士まだすか。あ、そこで取る。まあまあまあいいでしょう。で、ここでドグンっていけないかな。ダメか。で、こんな感じでいきますか。うん、なんでミスるの、なんでミスんの、こっちだけ。なんでこっちだけミスんのよ。次深く眠らしとこうか。うん、そろそろ混乱解けちゃうね。行く。よしよしよし、いいぞ。我に返った。また忍び寄る。こっち来い、こっち来い。
福引きタイム。まだこっち。こっから。人面寺混乱無効か。福引きタイム。福引きタイムばっかり。賢さめっちゃ上がってんだけど。あ、もうない。さすがにもうない。いや、こっちも切れるぞ。やっとこんな来た。あ、深く眠らせてないんだ。あ、それ取れなかったんだ。こういうあたり落とせないか。あ、あと MP 回復とかあったらよかったね。毒の息しかもないんだけど。毒かからない。あ、まあ、あ、足りた足りた。いや、グダグダですねこれね。サンダーバード見かわさないじゃん。もうドリアムのいい標的になってますよ初日からね。はい、3戦目です。どうしようか。ピサ、あ、ずっとそうですね、初日からピサロドレアムコンビは本当に難しい、厄介。どっちもちょっと耐久がありすぎちゃうんで、ギルド大会の本戦ではね、選びたくないですね、このコンビは。まだね、無凸だったら相手できるかもしれないですが、いや、高い相手いくか。26あったよね、これ。はい、対戦よろしくお願いします。さっきデビルロードって3回ぐらいベースキングに入れましたけど、更新にならなかったんだね。まさか強すぎて修正入ったとかない。麻痺取ろう。麻痺取れるね、これ。で、こっちの、あ、眠りでしょ。眠り取って、混乱ストーンマンか。あ、ありそうですね、本戦の時にはこの形が。これこれね。でこれイカ、あ、イカそんなもんか。はい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 。あ、当たる。当たっちゃうんだ。あ、じゃあこれまた同じ感じになっちゃうね、さっきと。こうしようか、こうしておこう。で、眠らせる。まあこれでいいね。はい、吹雪は食らっちゃうね。痛すぎでは。これはどうしよう。ストーンマン来ても届かないでしょこれ。稲妻。こっから行きましょうか。あー、麻痺取れない。
そこは取りませんか、麻痺。いいか。あと眠り弱点いない？いないか。じゃあこっち狙っていく。でここで圧縮。あーどうしようか。ウルノーが届く、これ届くか。こっちでこっち行く。じゃあウルノーガとサンダーバードで次のターン行けない？でグレイツェルがちょっとやばいかも。あここは確率良すぎ。でここでこっちが、あ、OK だね。2人入らないか。入らないね。なんでこっちでこれでいいですね。はい。だからさだからさ、なんでこっちだけミスすんの。あー生きてる。どうしようか。じゃあ麻痺、麻痺取ろうね。麻痺、いや麻痺取れないっすかね。超弱点でしょだって麻痺。じゃあこれ回復、こっちの方お薬、こっちの方からしようか。マジっすか。あーでこれさらに深く眠らせてくんない？さっき眠らせなかったよね。ああ、はい、更新で打ち込む。あ、麻痺じゃないか。混乱が超弱点か。はいはいはい、 OKOK で、これで OK で、さっきなんでミスる。ベスキング先だったね。稲妻入れる。でここで麻痺取れちゃうでしょ。よし OK。 あれ今何ターンだったかな。3ターンでいけた？4ターンかかっちゃったかな。あ、 OKOK、 3ターン。はい、というわけで3戦終わりましたね。5日目終わりまして14勝1敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。